最近増えた機材がいっぱいいるからな。うん、運客運客運客、さっきの子は戻してあげて。あ、いや、まず運客の説明をしよう。まあ、運客はね、これね、本来めちゃくちゃ高いんだよ。あのね、いくらだっけ、本来の価格ですか。本来の価格、こいつ5000円ぐらいですね。5200円ぐらいするんですけど、吉田君買った値段950円です。安い。うん、あのね、元旦じゃない、大晦日あたりで並んで買ってる。30日かな、並んで買ってる。いや、重たいんだよね、それ。ガチなやつだから。めちゃくちゃ重たい。いいやつ。これはね、何バカなのって思うじゃん。ね、三脚買えばいいじゃん。って思うじゃん。まあ、一脚として、適当に、まあ、普通に正面で置く分にはさ、ここにスマホさしてさ、これで置く分には普通に使えるんだよ。適当にポンって置いとこうみたいな。なんか軽い普通の段差があればさ、これトンで置いてさ、あ、じゃあこれ取っとこうみたいな、これでも十分でしょみたいな感じで取れるんだけど、ここ起動するし、こうやってグワングワン起動するから普通に取れるんだけども、こいつの本領発揮するとこはそこじゃなくて、要は重さで、あの、三脚を押さえつけつつ、あの、この可動域を増やすことができるっていう超有能アイテムだから、あの、ここから出るデカ三脚とかね、すごい有能になるんですけども、まあ一番ね、救われたやつがね、いるからね。先ほどのメンバーにね、皆さんあれですね、お待ちかねですよね。あのデコピンでぶっ倒れる三脚、あいつに足りないものって何でした？可動域と重さですよね。ちょうど追加されたからな。あ、ちょうど1000円足して。あ、そうだね。お前どういう割合で500-500かな。100-900。 どっちかというと950だから若干こっちの方が上。これでこうしていくじゃん。こうしていって、これでまずもともとこの三脚くんになかった、ここの可動域弱かった、しょぼかった、この可動域がこいつにプラスされた上にタッポンも出ます。で、ちょっとした攻撃じゃびくともしなくなる。強い。こういうとこ有能だよね、この運脚くんは。これどっしり構えることによってさ、この鹿がさ、いくらクソな三脚でもさ。だから俺あれだもん、あのステルツもやったん、こいつもういらないかなと思ったんだけど、運脚くん来たら急にこいつ有能とかしたから、よいよいよと思って。捨てないでください、だんだん。これでさ、しかも二重可動域だからさ、この百均のこれと組み合わせるとさ、だから普通にここでさ、適当になんかこうすんじゃん、こうやって、うん、ちょっと斜めっぽいといて、なんかこんな感じで特殊な構え方することとかもできるわけだよ。すごい、なんか動物みたいになってる。なんか変な、こう、ここで構えたいみたいな。二重だからね、どこでも動けるわ。こいつも頑張ってるな。うん、こいつ生きてきた最近。運脚くんのおかげで生きてきた。運脚くん最初さ、使うかなと思ったんだけどさ、案外結構使うわ、こいつ。そこだよね。やっぱ一番コンビ組むのが多いのはこの百均のやつともかもしれないな。そのおかげでこの百均のやつがさ、1000円の三脚ぐらいのクオリティを誇っているから。っていう運脚くんのコーナーでした。続いて。はい。続いて。リボルバー、そこだと映らない、ここは、ここ、はい、リボルバー君、意味が分からんだろう。見える。うん、リボルバー君、意味分からんだろうと思いでしょう。まずリボルバーモードをやった方がいいんじゃない、普通に。リボルバーモードがどう使えるのか、それはね、こいつをミスったね、確実に。ここに挟んで、うん、こうやって取れるんですよ、ま、そうそうそう、あの銃みたいに、まずね、うん、そう、これはね、結構有能なんだよね。あの、最初さ、欲しいのがさ、あれ、でも普通に取るのとあんま変わんなくねとか言ってたけどさ、使ってみたら違うんでしょ、これ。あの、絶対指にさ、手がかからない、あれ、カメラのレンズにさ、指が入らないしさ、何せ持ちやすいしさ、案外使ってみるとね、使い勝手がいいっていう。
普通にこれをつけた方がさ使いやすいカメラの方が多いからね。そうだね、これ使いやすい、これ使いやすいね。ガンモード、ガンモードっていうとさ最初えこれ以外使い道あんのみたいになるじゃん、うん、あるんですよ、あるんですよ。いいですか、はい、いいですよ。これびっくりするよね、最初欲しいのえっつったもんね。トランスフォームするんですよ。あのねこの子ね300にもなるんですよ。ここに入ってね、さっきのガンモードからね心技一転、しかもこれあの20、30タイプだから、タッパがこれ普通に三脚ってさ大体さ全部さ同じ太さから出てる、これとかもそうだけど、これ同じ棒の長さで同じ高さがこれで出てるんだけど、これって全部均等じゃなくてバランス取る感じでこういろんなとこから出てるから、ここが1本目高さ1本目2本目3本目みたいな、だからすっげえね安定力が違うんだよね。まずまずね、さっきみたいにねデコピンに倒れるってことはまずないないね、これは、うん、倒そうなんて無理。うん、そりゃねお茶かかったもんこいつこいつはね本来はねこいつも5000円ぐらいかもしれない。まずこれと運脚で1万ぐらいいくはずなんで、うん、これと運脚でね2500円いってない。安っ。有能、有能。そしてまだ最近入ったばっかなの新入りなんだけどね、うん、まあこれからね兆しがあるだろう。もともとはあの銀のさっき100均の三脚がクソすぎたからちゃんとした三脚が欲しいっつってて購入したんだけど、たまたまもう一つえ運脚めっちゃ安いじゃんっつって運脚買ってったら運脚で100均のやつが生きてきたから、そいつはまあなんか便利枠、なんかガンモードでも三脚でも使える便利枠って感じ。安定性求めるんだったらこっちの方使った方がいいかもしれない。ちなみにこいつも運脚とここドッキングできるんで高さも出せます。むしろねこいつの、ね、弱点はねこっちのさあの銀のこのしょぼいやつ、こいつは地味にさここに可動域を持ってるんだよ。あの可動域がないんだよ。 そいつはないんだよ。ないんだけども運脚くっつけるとこれだ、あのこのちょうどね可動域が生きてくるからね。これでかいよね、多分このセットが一番使えって言われていいような。あれじゃね、やっぱ活かすのは三脚モードじゃね。三脚モードしちゃう。三脚モードにするとさマジで1万円超えのさ三脚みたいになるんだよね。ちょうど両方とも黒だし。これの破壊力効果立ち上げよう、うん、この破壊力これ有能だよね。高さも出るしさ、だからあれなんだよね、これだけだと右三脚みたいな扱いだけど、これを使うと中三脚ぐらいもいける、台までいかない程度のちょうど使いやすい感じ。これが小三脚として使えて、こっちが中三脚として使えるっていう感じ。小中大みたいな感じ持ってる。台誰だろうな、台いないか、いないかな、台まだ買わないよな、いいかもしれない。台はね、また後で買うんだよ。買うんだろうね。彼らはこんな感じでした。